サニーデイ、空がどんな顔しても、クラウディデイ、僕はやっぱり歌うよ。レニーデイ、ピースで笑えばケセラセラ、やがて虹がかかる。フレップの激闘スクール落語家先生編。アテンションプリーズ。この番組は実際の団体や出来事とは一切関係ございません。撮影は許可を得て専門家の指導のもとに行っております。迂闊に真似をすると友達もしくは職場をなくしますのでお気をつけください。はい、というわけで始まりました、フレップの激闘スクール、略して激スク。この番組は僕たちフレップが各界の師匠について知識と技術を学んでいくという内容です。ちなみに一体何を学ぶのかは事前に一切知らされず、すべて現地でぶっつけ本番となります。さあ、今日も俺たちと一緒に匠の技を勉強していきましょう。イエイイエイ。ところで今、俺たちは上のアメ横に来ているわけですが、なんというかまだ午前中なのにもう飲んでる人がいるんですね。飲んでるどころか、すでにベロベロになってる人がいるし。センベロって言葉知ってる？知らない。1000円でベロベロに酔える、略してセンベロ。すごい、かなりだ物知り。ちなみに僕の場合、1000円もいらないよ。ハムカツポテトサラダ350円、ビール大瓶400円、合計750円でベロベロできるよ。すさまじいコストパフォーマンス。光がいない。光ならあそこでハムカツを買ってるよ。光、戻ってきて。何？光、あのさ、今ロケ中だからさ、勝手におやつを買っちゃダメだよ。だってカナリーダーがハムカツとか言うから。ソータも食べるだろ。あんしてくれるなら食べる。やるから自分で食え。3枚買ってきたぞ。はい、これはカナリーダーの分。ありがとう。もしかして光のおごり？おごり。カナリーダー、卒業できなくても元気出して。ありがとう。でも全然気にしてないよ。だよね。俺は光の食べかけが食べたかった。キモいね。そうだ師匠、僕たちまだステージネームを決めてなかったです。ステージネームって？え、
好きに決めていいの？しかも別に立横川を名乗らなくてもいいんですか？じゃあ俺フレップ亭お塩でいいや。じゃあ僕はフレップ亭魚がいい。そんなに安易に決めていいんですか？姓名判断とか調べなくて大丈夫です？いいのいいの、こういうのはノリと勢いで。じゃあ俺はフレップ亭何にしよう。お前はフレップ亭総太郎でいいじゃん。安易すぎ。じゃあ何にするんだよ。フレップ亭重課金とかにするか、もしくはガチャ丸。総太郎でいいです。じゃあ決まりな。やあやあ、我こそはフレップ亭お塩。やっぱダメか。普通に名乗ればいいんだよ。はじめまして、フレップ亭魚です。総太郎です。お塩です。フレップの激闘スクール住職先生編。Attention please. この番組は実際の団体や出来事とは一切関係ありません。撮影は許可を得て特別に行っております。一部番組のための脚色がありますので、実際に僧侶を目指す際の参考にはなさらないでください。よろしくお願いします。はい、というわけで始まりました、フレップの激闘スクール、略して激スク。この番組は俺たちフレップが各界の師匠について知識と技術を学んでいくという内容です。ちなみに一体何を学ぶのかは事前に一切知らされず、全て現地でぶっつけ本番となります。今日も僕たちと一緒に匠の技を勉強していきましょう。イエイイエイ。はあ、ところでどうして僕はこんなピンクのジャージを着せられているのかな。俺なんか水色ジャージだぞ。着こなしてるよ、さすがモデル。そうか、お前もピンク似合ってるぞ。ところで、じどうして人形を凝視してるの。いや、動かないかなと思って。動くわけないでしょ、自動人形じゃないんだから。なるほど。じー、今度はどうして僕を凝視するの。動かないかなと思って。僕は動くに決まってるでしょ、息してるんだから。冗談冗談。今この人形ニマニマしなかったか。ニマニマって、さっきも言ったけど、日本人形の顔は見る角度によって笑ってるようにも泣いてるようにも見えるんだよ。ああ、先生が硯を持ってきてくれた。墨をするところからやるなんて本格的。懐かしい、小学校の習字の授業で嗅いだ匂いだ。墨をすると無心になれていいね。これがジャパニーズ禅の心か。あ、ところで墨をするとは。この帰国子女。俺が小学生の頃には墨汁という便利なものがあったので。大昔からあるよ、教えてあげるから。まず硯に水を入れて。ってそんなに入れてどうするの。ん？水は海まで入れて。海？このくぼみの部分が海。 I see。 あ？いや、海のシーとかけたんだな。英語のダジャレは分かりにくいからやめてくれる？あとダジャレを言い始めたら親父の始まりだからね。俺年齢イコール芸歴だから、実年齢は23歳だけど気分はもう40代なんだよな。黄昏課長みたいな。黄昏てないで仕事して。
墨を手でこう持ったら、先を海につけてゆっくりとこする。ユーマ、鳩で吸っちゃダメ。丘で吸って。鳩？クルッポ？それは鳥の鳩。